んだお前か。結局来たんじゃないか。入れよ、鍵開けるから。結局ってことは、もしかしてさっき電話で話してたシンってやつかな。シンが来たよ。なんだよ、やっぱりピンピンしてるじゃん。わざわざ来て損した。来るなり第一声がそれ。へえ、こいつがシンか。君の一個下って言ったっけ。お前ね、一応入院してたんだから、もうちょっと心配するとかないの。まあ確認くらいはしてもいいけど。でどうしたの。転んで頭打ったってただのドジ、それとも貧血かなんか。だから言っただろ、お前に一人暮らしは向いてないって。傷は、頭以外にもどこか怪我したの。記憶混濁って何。はいはい、そこまで。いきなり質問攻めにするんじゃないよ。傷ってほどの傷はないよ。 MRI まで取ったんだから、ひとまず問題はないはずだし。総合病院でいろんな医者に診てもらったから、誤診の心配もほぼゼロ。つうか、一人暮らしが向いてないなんて今更言っても仕方ないだろ。とりあえず座れよ。コーヒーでいいか。苦いのやだ。入れるなら紅茶にして、砂糖とミルクたっぷりで。子供かよ。そんなことよりトーマ、お前、こいつが入院してたことをなんで今頃になって連絡してくんだよ。隠されてたみたいで気分悪い。みたいじゃなくて、隠してたんだよ。受験勉強の邪魔しても悪いからな。それなら十分邪魔された。明日学力テストなんだけど、俺は。なんでこんなとこ来てんのお前。とっとと帰んなさい。もう今更だよ、すぐ帰るし。けど次にこんなことがあったらメールでいいから連絡くれ。言われなくても勉強はするから、後から知らされても困る。はいはい、分かった。それは悪かったよ。まあこいつなら殺してもそう簡単には死なないだろうけどな。それにしてもこいつ全然喋らないのな。ギク。ああ、見ての通り、ちょっとぼーっとしてるんだよな。医者曰く、2、3日で元に戻るだろうってさ。2、3日か。それで戻らなかったら、再診？違う！ 2、3日は怪我だよね。記憶の方はもっと長期的な視野でお願いします！って言っても聞こえないし、言い張るのもおかしいしな。ボケっとしてるだけで異常な行動を取るとかはないから安心して。すでに十分異常だろ。ただでさえ同時なのに一人で置いといて大丈夫なのかよ。俺泊まってこうかな。は？何言ってんのお前。別にいいだろ、看病なんだから。あのな、幼稚園児の頃とは違うんだよ。男二人にワンルームの部屋に居座られちゃこいつも休めないだろ。なんで二人でいることになってんの。俺を返しといてお前は居座るつもりかよ。そうは言ってないだろ。お前が帰れば俺も帰るよ。だいたいお前勉強はどうすんの。ここですればいいだろ。何も持ってきてないくせに。これで成績下がったなんつったら次は事後連絡もしないよ。へえ、そう。お前ってほんとやり方汚いよな。汚くて結構。俺は常識と最善を大事にしてるだけで。お前はどう思う。一人で大丈夫なのか。
直したいのは山々だけど。おい、さっき男が居座るなって言ったよな。自分だけ棚上げしないだろうな。ほら、怒る奴もいるしね。俺は危険人物じゃないけど、差別したら真に悪いだろ。どう考えてもお前は危険人物だろ。ガキの頃から面倒見てるんだぞ。今更こいつに変な気起こすかっての。え？あれ、なんだろう、今の。一瞬すごく胸が苦しくなった。何かあったらすぐメールして、すっ飛んでくるからさ。とにかく俺たちはそろそろ帰るよ。不安なこともあるだろうけど、明日また様子を見に来るから。まあいいや。じゃあそういうことだ。ああ、それと今日明日はまだバイト休むって連絡しといたから、明後日行けるようなら一緒に行こう。バイト？バイトもしてるの君？うわー、まずいよ。全然情報が足りてない。じゃあまた明日。何も心配しなくていいよ。全部俺が何とかするから。はいはい、お前はこいつに兄貴面できて嬉しそうだな。こう言ってるんだし、何かあったらトーマに全部やらせろよ。俺忙しいから。じゃあ。はぁ、大変だ。無事に帰ってこれたのはいいけど、僕たちに与えられた猶予は3日。それまでになんとか情報を集めて記憶を取り戻さなきゃ。って、それってかなり厳しい条件だよね。その場合はしょうがない。記憶が回復したふりをしよう。ってことで今日は体を休めて明日から頑張ろうね。記憶を取り戻すために今日から気合い入れて情報収集していこうね。というわけなので、まずは友達付き合いの基本、携帯電話から見てみよう。あ、そっか、着信履歴とかメールとかは機種変更したから残ってないんだ。じゃあ電話帳は208件、内容は新トーマ、イッキさん、ケントさん、ワカさん、ミネちゃん、サワ、リカさん。他にも名前がいっぱいだ。さん付けしてるのは目上とかそういう人かな。そういう人たちは普段敬語で話してた可能性が高いね。そうじゃない人は友達じゃないかな。あ、お父さん発見。けど他に家族っぽい人は登録してないな。家族構成は分かんないや。あとはいろいろだな。歯医者さんとかピザ屋さんも登録してあるし、ここに名前があるお店には一度行ってみてもいいかもしれないね。ただ友人関係はな、名前と番号しか分かんないんじゃ誰と仲良かったか見当つかないよね。携帯で引き出せる情報はこれくらいかな。では次、家宅捜索開始。まずは引き出しの中とか見てみようか。あ、手帳発見。なになに？なんだろうこれ。ほら、ところどころメイって書き込んであるよ。メイって何？メイかい？なんだか怪しい匂いがするね。お、メモが書いてある。なになに？一気さんと2時半に駅前。一気？一気って携帯に登録してあったよね。名前からして男かな。あ、こっちもだ。一気さんと聖地大学、ここ1ヶ月ずいぶん頻繁に会ってるね。一気さんと数学科研究室、一気さんと聖地大学。もしかして一気って君の彼氏？
これだけしょっちゅう会ってるし、可能性ありそうだよね。他にも、一気さんと裏路地、一気さんと裏路地、裏路地、裏路地、ん？裏路地？なんで裏路地？それって待ち合わせ場所？それとも、裏路地って店があるとか？何かの暗号って可能性も捨てがたいけど。裏路地ね。あ、誰か来た。起きてたか。おはよう。なんだ、トーマか。そういえば昨日朝にまた来るって言ってたっけ。顔色は悪くないけど、昨夜は何かあった？そう、よかった。俺は夜中に電話が鳴るんじゃないかってドキドキしてた。でさ、お前買い出しとか行かないとまずいよね。冷蔵庫の中ほぼ空だったし。今からでよければ荷物持ちに付き合うよ。どうする？それはぜひお願いしたいよね。この街のことわかんないし。あ、ちょっと待った。ねえ、裏路地のこと、トーマならそれがどこか知ってるかな。聞いてみない？ただいきなり言い出してもおかしい気がするから、あくまで自然な誘い方で。なに、その言い方。うわ、しんがられた。まだ普通じゃないんだな、お前。ちょっと気持ち悪いよ。それはともかく、裏路地？待って、あの裏路地かな。路地裏じゃなくて裏路地だよね。え、なんか違うの？裏路地と路地裏って同じ意味じゃないの？まあいいや。お前が行きたいなら連れてくよ。何か落とし物でもした？そういうわけじゃないけど、記憶を戻す手がかりがないかなってね。じゃあ下で待ってるから、支度できたら降りておいて。できれば20分以内でね。まあ、20分じゃ無理か。すごい寝癖だし。え？あ、ほんとだ。君の前髪、一部上向いてるよ。短いと髪が跳ねるからって伸ばしたんだろ？なのにそれでも寝癖がつくって、どんな寝方だよ。寝相が悪いのは治ってないな。まあいいや、時間は気にせず全部直してから来なよ。のんびり待ってるから。じゃあ散歩がてら行きますか。しっかし本当おとなしいな。これも頭ぶつけた影響ってこと？僕とぶつかった影響です。お前は黙ってりゃ可愛いってよくからかってたけど、実際黙られるとちょっと困るな。よくできた人形見てるみたいで妙な気分になるよ。可愛いけど、なんだろうな、人形っぽいお前を見てると罪悪感みたいな気持ちが湧くんだ。罪悪感？あ、違うか。同情ってのでもないし、ただの違和感でもないし。とにかく落ち着かなくて仕方ない。早く完全に治るといいな。へえ、徒歩圏内にこんな大通りがあるんだね。もしかして君のバイト先もこの辺なのかな。そっちじゃないだろ。こっちこっち。ついたよ。え、ここ本当にただの路地じゃない。お前が裏路地っていう場所はここしかないよ。他のビルの裏は普通に路地裏って言ってたし、ここだけ地名みたいにして呼んでたから俺も頭に残ってたけど。あ、でここに来てどうすんの？どうするんだろう。ねえ、何か思い出す？手帳に書くってことは何かしら意味があることだったと思うんだけど。
この場所自体には特に思い出とか意味はないのかな。って、え？これ、喋ってるのは君？いつの記憶？一体誰と話してるの？目が回る。ちょっと、何？どうした？大丈夫か？おい！顔が真っ青だ。この間と同じか？すぐに病院に。え？君、何を言おうとしてるの？ん？おい、どうした？そんなこと言ってる場合じゃない。ああ、そうだよ。俺とお前は恋人同士だった。混乱させると思って言わなかった。ごめんな。おはよう。ねえ、目が覚めた？目が覚めたなら起きてあげて。君のこと一晩中見守ってた奴がいるからさ。ん？起きた？おはよう。やっと起きたか。具合は？気分悪かったりはしない？お前、あれから丸一日眠ってたんだよ。昨日のことを覚えてる？返事がないってことは覚えてないわけね、たく。昨日お前は急に裏路地で気絶したんだ。それでさすがにあの距離じゃ抱えて運ぶこともできなくてタクシー拾って連れ帰ってきたわけ。病院行くか迷ったけど、とりあえず自宅で休ませて急変したら即救急車だなって決めて、一晩中ここで見張ってたんだ。意識が戻ってよかったよ。何度救急車呼ぼうと思ったことか。気分悪くないんだな。だったら悪い。ごめん。10分だけ眠らせて。ちょっともう、限界。さすがに、疲れた。ああ、突っ伏しちゃった。無理もないか。相当疲れたんだね。あのね、トーマは本当に一晩中君を見てたんだよ。すごく心配そうだった。昨日トーマが彼氏だって言い出した時、正直ちょっと疑ったんだよね。久しぶりに会うとか言ってたし、彼氏っぽい素振りがなかったし。でもさ、夕べのトーマ見てたら君のことを本当に大切なんだなって思ったよ。君をすごく好きなんだなって。お、どうしたの？うん。ありがとう。お前と手をつなぐなんて何年ぶりかな。懐かしいけど、なんだか恥ずかしいな。あのさ、
10分で起きるから、それまで、俺が起きるまで、こうしててくれると嬉しい。おやすみ。ああ、本当に寝ちゃったね。よっぽど気を張ってたんだろうな。でも、恋人だっていう事実がようやく判明したのに、君の記憶あんまり戻ってないよね。もっとこう、ガーッと本流のように蘇っても良さそうなのにさ、恋人的なラブラブメモリーが。君とトーマは付き合い出して日が浅いのかな。だから思い出が少ないとか。それに君の状態も、昨日は一時的に人格が戻ってた感じだけど、今はそうでもないみたいだし。どういうことなんだろう。何かが足りないのかな。ん？メールかな。君のすぐそばに携帯あるけど、手が届く？シンから？シンも気にしてくれてるんだね。不愛想っぽいけどいいやつだな。じゃあ大丈夫だよって返信してあげた方がいいよね。トーマもいるからってさ。そういえば君、女友達っていないのかな。いないってことはないよね。そっちも調べないとな。ああ、課題は山盛りだね。お、またメールだね。真の返信かな。え、会いたくない？なんだろう、君とトーマ喧嘩でもしてたのかな。何の音？今何時？12時15分か。あれ、寝たの何時だったっけ？それほど待たせてないよな。俺が寝てる間に何かあった？メール？あいつ、昨日今日でテストのはずなのに、終わったのか？不安だな。後で俺からもメールしとこう。しかし12時か。さすがに腹減ったな。昨日買い出しできなかったし、コンビニでも行ってくるか。お前の分も買ってくるよ。何でもいいよな。鍵借りてくよ。すぐ戻るから。コンビニって近くにあったっけ？まあ、でもせいぜい20分くらいで帰ってくるかな。じゃあどうせやることないし、その間に昨日の家宅捜索の続きでもしてようか。昨日は手帳を発見したけど、日記とかあればいいな。ん？あの隅っこにあるの、パソコン？パソコンだ。ねえ、起動してみようよ。メールとかあればすっごい情報の宝庫じゃない？で、あれ？バッテリーが外れてる。じゃあ電源コードは？バッテリーもないってどういうこと？ちょっと探してみようよ。おかしいな。修理にでも出したのかな。これじゃあパソコン動かないよ。お、トーマが戻ってきたみたいだね。ただいま。ちょっと時間かかっちゃったよ。ほらこれ。はいよ、梅のおにぎりと紅茶。お前、この組み合わせが好きだったよな。紅茶とおにぎりとか、俺としてはちょっと信じられないけどね。前にそう言ったら、おにぎりと紅茶における梅とレモンの相似性を熱く語られたな、確か。お前熱くなると、ほんとわけわかんない切れ方するよな。そういうところ
可愛いって言えば可愛いけどね。それを可愛いって思うやつって少ないよ。せいぜい俺くらいだから、俺に感謝するように。さてと、俺も菓子パン食うかな。まだちょい眠いな。トーマ眠そうだね。ん？そうだね。一晩中看病してくれたんだし、何か声かける？驚いた。なんか新鮮だな。俺がお前の面倒を見るのを当たり前みたいに思ってたから、お前もそうだろ。いきなり首相になられてもな、悪い気分じゃないけどね。考えてみたら、俺とお前とシンはほとんど生まれた時からの付き合いになるんだよな。あ、そうそう、俺の親が言ってた。俺とお前が家で遊んでて、そこに生まれたばかりのシンを連れたおばさんが遊びに来たんだって。シンの赤ん坊姿を俺たちに見せに来たらしい。で、シンのお母さんが俺にお兄ちゃんになってあげてねって言ったそうだよ。それで俺はもうこの子のお兄ちゃんだから、シンのお兄ちゃんにもなるよって答えたんだってさ。おかげでこんな性格になっちまったみたいだ。俺、兄弟いないのにね。じゃあ、俺帰るけど、今日はおとなしくしてなよ。飯とかも適当に買ってきてあるから、ふらふら出歩かないように。てかもう、家から出るな。次倒れたら、容赦なく病院に叩き込むから。うわ、怖い脅しだな。じゃあまたな。明日も様子見に来るよ。次倒れたら病院か。なことになったらシャレになんないよ。確かに体調も万全じゃないし、今日は家で休んでようか。あ、そうだ、さっきのパソコンのバッテリー探そう。きっと家の中にあるよね。やっぱりどこにもないや。いい情報源になると思ったんだけどな。仕方ない、パソコンは諦めようか。てか疲れたよね。トーマが買ってきてくれたご飯食べて今日は寝ちゃおう。明日からまた頑張ろうね。今日も元気に身元確認と行きたいところですが、大変なことに気づいてしまいました。一昨日トーマは今日明日バイト休むって店長に伝えたって言ってたよね。ということはだよ、今日は君はバイトの日だ。何のバイトしてるかも分かんないけど、このまま普通に一日を過ごせばきっとその店長とやらが連絡してくるだろうね。でもってバイトをすっぽかしたことがトーマやシンに知れたら。バイトすっぽかすなんてお前らしくないね。やっぱり調子が悪いんじゃないかとか言われてまた病院に連れて行かれちゃうかもしれない。せめてバイト先の名前が分かればお店を調べて先回りして連絡するとかできるかもしれないけど。あれ、お客さん？もうこんな時に誰だろう。おはよう、行けそうか。トーマ？もしかして迎えに来たとか？ん？今日バイトだろ？送ってったら迷惑？うわ、君のこと気遣ってくれてるんだろうけど、どうしよう。何か言いたいことがあるようだけど、どっちみちもう出ないと間に合わないだろ。文句は後で聞くよ。ほら、早く。あ、仕方ない。出たとこ勝負で行ってみようか。この時間からならゆっくり歩いても間に合うかな。じゃあ。
行こう。そういえば、昨日あれからどこか出かけた？バッテリー？なんだそれ。ああ、もしかしてパソコンの？バッテリーだけなくしたわけ？何やってんのお前。パソコン使えないんじゃ不便だろ。携帯があればそうでもないかな。携帯だけじゃ情報足りないんです。せめてコードがあればな。ってあれ？バッテリーなくてもコードがあれば起動できるのに、なんですぐパソコン使えないって話になるの？電源コードがないってこと、トーマは知ってたのかな？バッテリー見つかる前にパソコン使いたくなったらいいな。俺の貸すよ。好きにしていいから。しかし今日も涼しいな。8月とは思えないよ。あ、それは僕も気になってました。今って夏だよね。今日は8月7日だよね。ツッコミ入れるタイミングがなかったから黙ってたけど、これ秋くらいの気温じゃないの？ずっと前、夏に人類世界に来た時はこんなんじゃなかったよ。まったく、ひどい冷夏だよな。テレビでも言ってたけど、オゾン層が厚くなりすぎたとか、プレ氷河期に入ったとか。プレ氷河期って？まあ、来年の夏は猛暑になるって予測だから、バランス取れてていいんじゃない？あれ？この間来たところだよね。やっぱりこの通りに君のバイト先あるのかな。お店多いもんね。お、どうした？こっちだろ。オープンまであと20分か。ちょうどいいタイミングかな。ここが君のバイト先？ここって喫茶店なのかな。考え込んでる場合じゃない。ここまで来たけど何すればいいか分かんないよね。店長はもう出てるかな。うわー、言い訳考える時間くらいちょうだいよ。こんにちは、店長います？おや、トーマじゃないか。おはようございます、店長。この人が店長？久しぶりだな、トーマ。私の店を辞めた君がこの古巣に戻るとはどういう風の吹き回しかな。久しぶりですね。学校が暇になったらまた雇ってくださいよ。かつての君の働きはこの店にとって非常に価値あるものだった。再雇用の件は前向きに考えておこう。それでちょっと話があるんです。こいつなんですが。う、来た。いきなりで悪いんですが、今日からしばらくバイトを休ませてほしいんです。え？ほう、それはこの2日間彼女が休んでいたことと関係があるのだろうな。あります。先日倒れた原因がまだはっきりしていなくて、体調が万全じゃないんですよ。店で料理でも運んでいる最中に倒れたりしたら、この店にも損害を出すし、こいつも怪我をする。なので当面、今月中くらいは様子を見たいんです。それはそれで筋の通った話だが、それをなぜ君が話すのだ。可能なら本人の意思を確認したいのだがね。ノー。すごくありがたい提案だけど、一つ問題があると思うんだ。ずっとバイトに行かないとなると、バイト仲間とも会えないよね。それだと記憶回復への刺激が少なくなっちゃう気がするけど、どうする？それはメイドの羊の運営を気にしてのことかね。それならば問題はない。幸い今月は長期間休んでいたケントが店に復帰している。
シフト的には問題ない。君は体調を回復することを優先したまえ。それに今月の君のシフトはもともと少なかった。全くとは言わんが、さして影響はない。では来月から復帰ということでみんなには話しておこう。体調が良ければたまに顔を見せに来てくれるとありがたい。私としてもそれなりに心配なのでね。どうも助かります。ああそうだ、今朝はもう誰か来てるんですか？ミレとサワが来ているが。わかりました、ちょっと話していってもいいですか？構わんよ、二人とも事務所にいる。久しぶりに会えれば喜ぶだろう。ってことなんだけど、勝手に決めちゃってごめん。怒った？また倒れられたらと思ったら心配でついね。俺はちょっと事務所を覗いてくるから店の前で待ってて。10分くらいで済むよ。悪いね。いっぱい冷や汗かいたけどなんとかなってよかったね。これはトーマのおかげかな。でもバイトを休むことが必ずしもいいことだと言えないのかな。いや、また会ったね。